下町探偵団計算です。コロナなので、どっぺやら。夜の禁止症なのだ。もうね、飲んじゃうよね。どんどん飲んじゃうよね。相変わらず、下町のちょっと大きな、桜会場シリーズ。 続いてます。今日はね、錦糸公園に来てんだけど、錦糸公園、まあ昼はね、特に日曜日の昼間なんか、もう、飲めや歌えや大騒ぎみたいな感じかなと思いつつ、やっぱりコロナってことで、飲むのはちょっとね、みたいな、 はばかられるような感じかなと思ったんで、ちょっと夜来てみたほら。夜はね、実はね、何本がね、綺麗な桜があってね、静かにロマンチックに見れるかなと思ってきたんですが、まあそういう感じにならそうもないね。 今ね、夜の8時かな？大丈夫だろう。ここね、青くライトアップされてね、提灯もね、でっかいと思ってね。まあ、皆さん夜も遊びに来てくださいね、的な感じなんだけど。まあ、そういうことやっちゃうから、人が集まっちゃうんだろうね。まあ、すごい人。向こうで野球やって、 ナイターの光がナイターの光がこっちまで届いてるんだろうね。なんかやっぱりほんのりと桜が綺麗に見えるね。いや、逆にナイター終わっちゃったらばもっと綺麗かもしれない。ところどころ黄色いライトがついてて、であっちにもライトがあって、でそういうのが ほんのりと桜を照らしてくれると、結構綺麗な色に浮かび上がるんじゃないかな。あ、でもこれでも綺麗は綺麗だよね。宴会はダメなんだろうな、やっぱな。 お酒飲んでる感じしないもん。車で座ってなんか話し合ってる。男女でね、1対1でデートとか、踏んだとわかるんだけど。なんか10人ぐらいで揃って、何やってんだろうね。<笑>お酒じゃないんだね。お菓子なんだね。お菓子食べてる。 俺たち野球チームの人かな。すごいね、本当に。みんな何しに来てんの。家住めいいじゃんって感じするけど。一応夜桜キャンプスなんだけどな。綺麗は綺麗だもんな。 これなんか囲いがしてあるよ。これは、なんか特別な桜かな。あ、これ一本だけライトアップするんだ。時間変えてくれなかったね。多分これ綺麗だよ。まあ、後日、 ご自身で来てください。これもちょっと枯れてるね、もうね。葉っぱ落ちちゃってるもんね。葉っぱじゃ、花芽落ちちゃってるもんね。
ょうがない。じゃあうるさすぎてしょうがないんで、でも最後に一箇所だけ、わしのとっておきの場所、こういう日でもなかなか見応えのあるとっておきの場所を紹介するのだ。ちょっと北側のエリア、こっちはあんまり人いないけどね。だけどこっちも桜咲いてる。このぐらい離れると、あ、でもカメラは綺麗に撮ってるね。このぐらい離れると何があるのか分かんないけど肉眼だとね、カメラでは綺麗だね。こっちはだいぶ人が減ってちょっと静かな感じだけど、でも今度逆にオーディナスの明かりがうるさいな。あ、これなんだろう、変わった形してるね。先っぽ伐採したのかな、変な形してる。あ、しょうがない、最後に私のとっておきの夜の錦糸公園でもなかなか映えるスペースをご紹介するのだ。野球場の脇を抜け、体育館の脇を抜け、出口に向かって歩く。そうして、そうして、そうして、ここで振り返ると、ほら、どうかな、足はいいと思うんだけど、これがね、みんなまだ若木なんだけどね、いい感じで並木道になってるんだよね。まだ植えてね、3年とか4年とかそんなもんじゃないかな。やっとなんか育ってきたよね。ここだとさ、そんなに人もいないしさ、静かに見えて、ちょっと明るすぎるような気もするけど、でも逆にこんだけ明るいとピンクが色鮮やかに見えたりもなんかして、ちょっといい感じじゃない。まあ錦糸公園の喧騒に疲れたら、この道をふらふらっと歩いてみるといいかもよ。ライトアップもされない、されてないのに暗い中よく飲むよね。まあ今日はこんなところでいいか。今日はこの辺で終わるのだ。これでいいのだ。日を改めて来ちゃったのだ。ちょっとこれやっぱり見てもらった方がいいかなと思うんで。
まあこんな感じ、おっと、あ、こんな感じです。ほら、入り口からしていいでしょう。コロナ対応がね、コロナ対応は青だよね。まあこれはね、ここ来て騒ぐなっても騒いじゃうよね。で、相変わらず、まあ野球場は明るいんで、全体にぼわっと明るいんだけど、目玉は、あれ、前回来た時もお見せしたけど、桜のライトアップ。だけど、まあ何回も話したけど、もうちょっと葉桜で、あとは足の取り方だね。あとこの時間ね、噴気も出るんだね。あ、テントまで持ってきてる人いる、すごいね。あ、こっちも同じことなんだ、ライトアップしてるんだ。青いね。ただ、ただ野球場の明かりが明るすぎるな。全然目立たない。こっちはこんな目立つわよね。まあ、とりあえず、これがちょっと見せたくて、また来ちゃったということなのだ。見せたいもん終わったんで、終わっとくのだ。これでいいのだ。